どうも皆さんこんにちは。さあ今日は12月22日。今日は何の日かというと、なんとガスさんの新しい本が発売日になっております。はい。見てください。私ん家にもアマゾンでやってきました。はい。こっちの青い本は今開けちゃったんですけど、このピンクの本はね、今出しますよ。ダーン！やったぜー！イェーイ！はい。イェーイ！ソングブックハンディ版1、ボリューム1とハンディ版ボリューム2でございます。さあ、皆さんのお手元にも Amazon でね、ご購入いただいた方、今日とか明日ぐらいに届くんじゃないかなと思うんですけれども、早速、この年末年始は、このハンディ版で歌い尽くしてください、皆さん。はい。ちなみにですね、確認ですけど、こっちの青い本は、かつて出していたソングブック、1と2が、2冊分入って200曲入り、プラス、ガズレレソングというガズレレの効果が収録されてますからね。こっちは、かつて出していたソングブック3と4が、2冊分入って200曲入り、そしてこの厚さですからね、はい。かなりこれはね、もっと、持ち運びにいいと思いますよ。あちこち旅に連れて行くのもいいし、実家に置いといたり、車に置いといたり、職場に置いといたりとかして、これかなり使えることになってます。もちろんですけども、名曲がすごいんですよ。曲目がですね、これちょっとだけ出してるけど200曲入ってるんでね、もう何とも言えない、もうここでは説明できないぐらいのとんでもない曲数なんですけど、ここにもほら書いてあるよ、全200曲 YouTube 完全対応ですからね。すべての楽譜に YouTube のリンクが QR コードが貼ってますからね。持ち運び便利なハンディ版。そして、重ね重ねですけど、この帯が注目してください。帯。この帯がですね、ほら、ガズレレ必須コードがここに書いてあるからですね、すごくこう、この伝えやすいと。こうやって引いてじゃねえや、置いてね、この本をですね、見ればいいんですけど、この本がね、ちょっとこの間もお伝えしましたけど、この PUR 製、ちょっと忘れちゃった、これテロップ出したけど、製本の方法が良くてですね、こうやってですね、ギューッとやるとですね、開いたまんまになると。ちょっと新しい本はね、糊が硬いんで、皆さんこんな風にギューギューに押して開けても大丈夫です。これそういう本の作りになってるんですよ。なんで、最初ね、こう、糊がね、剥がれるまで、こんな感じで、ほら、開いておくのがいいわけじゃない。で、こうやって引いていくわけですからね。はい。これ、とうとう発売になったというところでお知らせです。今日発売日なんで、もうどうしてもこれを皆さんシェアしたいなと思いまして、はい。ぜひ皆さん、まだ私、ゲットしてないなという方、Amazon でもいいし、書店さんとか楽器店さんなどでもお取り扱いがあるかもしれません。なかったらね、ご注文いただくということで、ぜひご活用いただければというふうに思います。まあ、そしてですね、やっぱりこの、発売日にですね、この本をね、ご紹介できるのとか、これ発売してみんなにね、この本がお手元に届くということがですね、もう著者である私はですね、めちゃ嬉しいんでございます。いや、おめでとうございます。 ありがとうございますという感じなんですけど、まあこれをですね、また新しい人生のパートナーにしていただいて、いろんな曲、200曲あったら一晩中弾いてもね、弾ききれませんからね。で、案外自分が知らない曲をね、あえてトライしてみるのもいいと思うんですよ。はい。もう盛りだくさんですから。はい。ぜひ、よろしくお願いします。ということと、はい。これ、今ね、Gラボのウクレレたち、販売予約真っ最中ですからね、販売予約期間真っ最中。ただいまですね、2023年最後の販売期間ということと、クリスマスプレゼントということで、はい。ウクレレをフキフキする布、クロスを、プレゼント期間中です。最強最高のウクレレ、いつもね、Gラボのウクレレをですね、ガズレレ YouTube で使っているんですけど、まあ皆さん音のね、良さ、あとこの雰囲気はですね、いつも聞いていただいておなじみだと思うんですけど、ぜひ、Gラボのウクレレのラインナップチェックしてください。もちろん概要欄に貼っておきます。もちろんこの本のこともね、概要欄に貼っておくんで、よろしくお願いします。あと重ね重ね、もう告知ばっかりですけど、12月24日いよいよ、あさってクリスマスイブはですね、ガズレレクリスマスパーティー開催です。12月24日14時から、ガズレレ YouTube で、オンラインライブ配信、どなたでも参加できますからね、ウクレレ持って、パソコン、スマホ、タブレットの前で、待っとってください。一緒にクリスマスパーティーをしていくぞーい。そしてですね、これ見てください。全然ちょっと今回の話とは別なんですけど、これですね、我が家で作った干し柿なんです。なんか完成というか、ちょっとね、硬くなっちゃったんだよな。でもちょっとこう弾力もあったりして、なんでこれこのままだとね、ちょっと硬くて食べられなそうだから、なんかこう見てたら硬くなっちゃった干し柿を食べる方法っていうのあったんで、ちょっとこれも食べようと思うんですけど、でも自家製ですよ。すごいでしょ。南信州といえばですね、この干し柿が有名ということで、ちょっと初めてのチャレンジだったんですけど、これは成功なのか失敗なのか自分たちも分かってないんですけど、でもカビずにですね、一応渋みは取れたということで、1個2個食べてみた。はい。
まあ一応成功ってことにしておこうかなというおまけでございました。はい、てなわけで、はい、今年の年末年始はこちらの本とガズレレ G ラボのウクレレでですね、もうモリモリ楽しくて熱い冬になること間違いないと思います。楽しく音楽して盛り上がっていこう。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。